R18 早く振って乗れ。はい、皆さんこんにちは、ライカムチャンネルの東伊沢でございます。本日はですね、スタジオ北中を使ってゲームチャンネルとかもできちゃうよと、やっちゃうよという企画でございます。プレステ4のゲームソフト、バイオハザードのね2のリメイクですよね、をやりたいと思います。今日もね、こう自分今ワイプで抜かれてる感じじゃないですか。ワイプではなくて抜かれてる感じなんですけど、実は後ろグリーンバックでクロマキー合成をしてゲームチャンネルをやっていこうというところでですね、今日も隣には天の声のワンとツーがいます。どうも、天の声ワンです。ツーです。やる気の、よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。じゃあちょっとバイオハザードね、これ実際スタジオ北中さんはいろんなゲームが楽しめるですよね。はい、そうですね、まあ基本そんなにソフトはないんで、まあ、はい、ハードで言ったら今、このバイオハザードやろうとしてるやつがプレイステーション4、はい、そして任天堂スイッチ、あと、スーパーファミコンクラシックですね、はいはい、の3つのハードがございまして、任天堂のスーパーファミコンクラシックはもうゲームが内蔵されて20個ぐらい入ってるんですけれども、スイッチですとかプレイステーションに関してソフトを持ってきていただければ、例えば自分のソフトを使って、うん、ゲームチャンネルをやるぞとか、そうですね、あとまあ大画面が2つあるので友達同士で対戦したりとか、うん、そういうこともできちゃう、できちゃう、できちゃう、はい、ということでですね、じゃあ今日はちょっとねバイオハザード2、これはもう東伊沢世代ならねやり込みましたよね。やり込みました。僕も東伊沢世代なんで実は。実はやり込みましたよ。やり込みましたよね、はい、分かんないけど、ね、始まりました、バイオハザード2とか言わないですかこれ。あ、確かに確かに1とかね2とかありましたね。あります、バイオハザードみたいなありましたね。ありました。じゃあちょっとやりますよ。はい、ニューゲームでいいですか。ニューゲームで、はい、はい、行きましょう。お、出た、レオン S ケネディ、それからクレアレッドフィールド、どっちも選べる。はい、やっぱりこれはクレアレッドフィールドじゃないですか。あ、そうなんですね、はい、やっぱりアメリカ合衆国中西部に位置する工業都市ラクーンシティ、クレアレッドフィールドは、はい、はい、嘘じゃない、この目で見たんだ。信じますよ、もちろん。うわ、これ映像すごいですね。金曜の夜、このハンバーガーをね、女が歩いてきたんだ。むしゃぼり食らうおじさん、これ俺かと思いましたもん。本人、うん、いや、愚痴さんですね。愚痴さん、ひげ具合が。まあ聞いてくれ、その女が近づいてきたから、そいつの目や鼻を見たんだ。すごい、やっぱ大画面で見ると面白いですね。腐ってるようだった、うん、まるで死人さん、歩く死人みたいで。神さんみたいで。この世のものじゃない。これやっぱりアメリカンジョークですかね。まあまあ落ち着いて。まるで歩く死人だよみたいなの、うちの神さんみたいだよっていうね、このギャグで。うわ、沖縄の人にいますよね、こういう人。あ、出た出た。これオリジナルの2ではこんなのなかったですもんね。なかった気がする。そうですよね、確かにトラックは突っ込んできたけど、はい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 、このおじさんではなかった気がしますね。こんなストーリーではなかった。うん、お、やっちまった。でも衝撃的なシーンがねありますんで。これはこれだから一番初めにちょっと注意を出したほうがいいかもしれないですね。そうですね。これ一応 Z バージョンだと思うんで、はい、まあ、一応日本での一番グロいやつ。なるほど。なので初めにちょっと。閲覧注意、ね、そうですね、閲覧注意、はい、R18 とかにしときますか。 R18 東伊沢 R18 R18 V シネみたいな。そうですね、なんてこった、なんてこった、どうしたらいい、どうしたらいい、わかるよその気持ち。後ろおじさん、
そういうのいらないですよ。やっぱホラーはこういうところでね。さあ、いよいよお待ちかねの、これあれじゃないですかね。主人公といいますか。今回ね、クレア編なんでね。ワンではクリスが、出てます。お兄ちゃんですかね。お兄ちゃんなんですね。はい、クリス・レッドフィールド。うん、はい、お兄ちゃんですね。で、お兄ちゃんが、この、おや、連絡がつかないぞっていうところで、こんなイメージなんだ、リメイクでは。何、はあ、怖かったな、バイオハザード2。そうですよね。周囲を探索する。あ、もう始まりました。ついに操作をしております。今私が操作をしています。こんにちは、こんにちは、クレアです。クレアっていう顔はしてないんですけども、はい、今これはですね、ちょっとなんかショップですかね、何かお店に走る。ああ、まだなかなか操作が慣れておりません。走れない。誰かいませんか。まあ、このエクスキューズミー的なね。でもそもそも電気ついてないですからね。そうですよね、うん、いないの。どういう状況なんだ。どういう状況ですかね。もう不法侵入ですよね。いきなり店内を探る。店内を探ります。これは、まあ、あるあるですよね。やっぱり RPG とかもそうだと思うんですけど、この、はい、キャラクター何でも盗んでいいっていうね。そうですよ。窃盗しても OK っていうね。割とあの人のお家のね、ロッカーとか棚とか開けまくります。そうですね、宝箱とか開けてね、超喜びますけど、それ人のものだから。金庫金庫みたいな。で、僕はそういうふうに育ってきてるけど、まあ実際に盗まないですからね。そうです、そうです、ね、これはゲームの世界。ゲームの世界。そうです、そうです。お、なんか重傷すぎない。重傷者が重傷者が結構な血が冷静だな、出てますよ、クリアさん。でもん、どうすんだ、これ話しかけるんですかね。でも 何もコマンドが出てこないってことは、これはスルーでいいのか。スルーでいいのか。一旦スルーをする。こんなに重症なのにいる人がいるけれども、一旦スルー、一旦スルー、はい、これがシーサースタイル。シーサースカプコンスタイルです。カプコンスタイルですかね。お、初見に優しくない。でもスタンダードに選んでますからね。そうです、イージーモードみたいなではないモードではないですからね。よし、さあ、まあ今日はちょっと、じゃあそういう、はい、なんですかね、ちょっと出来事、イベントのシーンとかが起きてぐらいでね。そうですね、一旦ね、一旦ね、起きないっていうね。起きないっていうね、まだね、はい、おちょっと、別に行きました。ガタ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 鳴ってます。お、さあそろそろ出てくるんじゃないのか。お、なんか声が聞こえます。奥から声が。倉庫の方か。お、何か来た、次アクションのボタンが来た。来たぞ。さあ開ける。じっとしてろ。あの、大丈夫ですか。大丈夫だ、下がって。あっ、何なんだ。ああ、大丈夫だ。離れて。これあのモザイクかかるんですかね。これはすごい。いや、それ以上近づかないで。でも冷静だ。構える。撃つ。さあ、さあこれ。あ、もうこれゲームオーバー。お、またセーフか。行くよ。行きますよ。やっぱりこれ頭を狙うっていうのはよくありますからね。あれ。クレアは今ちょっとグリーンハーブが、グリーンハーブが欲しいところです。グリーンハーブが欲しい。はい、止めたか。仕留めた、仕留めたんじゃないですか。リロードして。でもゾンビのいいところはやっぱりこの一回死んだかと思いきやってのがありますからね。大体あの血だまりにならないと。なるほど。この死んだふりっていうパターンがありますからね。ほら、お、起きよかった。お、やっぱ来ましたよ、これは。これでじわっとこう血が出ないっていうね。出ない。さあ一体だけなのか。まだいるかもしれない。え、これ今血だらけ。あ、血だらけにするまで
なんて残酷なんだ。これは見てはいけないぞ。な少年少女見てはいけない。少年少女。目を押さえるんだ。お、鍵があるぞ。鍵が。お。急に鍵。鍵を手に入れますね。やっぱりあのバイオハザードやったことある方はご存知かと思うんですけれども、こう。何かね進んでいこうとするときに障害があったりとか、ね、鍵がね閉まってたりするんですよね。なのでこういう鍵を手に入れたり、また暗号を解いていって、この物を移動したりして初めて通路が開いたりとかね。なるほど。しますので、まずそれは、何かを開ける鍵が手に入ったと。鍵が手に入りましたね。鍵が手に入りました。まあバイオよくあるのはそのなんかマークがついてたりとかね、ハートの鍵とかありますよね。いろんな名前の鍵があるんですけれども、おこういう鍵がまさに開くのか。お来ました。お来ました。音がコントローラーかな。コントローラーもね連動してるってね、プレイステーション4のね。ああもう操作、はい、鍵を開けただけ。おさあ全然、開いたの。開いたドアを進めずに進めないっていうね。もうとりあえず、あ、さっきのところに降りてきた。お、さっきのおじさんが、さっきのおじさんがギャーギャー言ってます。はい。さあ、弾がないぞ。弾がない。弾切れだ。うわあ。弾が切れてる。逃げろ逃げろ。逃げろ。何も持ってないぞ。さあただ食らってしまってるのでちょっとスピードが遅い。走るをしないとちょっと遅いかも。走れないぞ。さあゾンビも遅いし。お走った。ちょっと走った。この野郎。ドーン。さあ向かいからも。さあ後ろからも。これがバイオハザード。これはバイオハザード感がすごいよ。至る所から襲ってくる。とりあえず敵の死角。とりあえず。あ、とりあえず出たい。出たい。出たい上に。ドア。から出たい。お、ドアが。出口が。さあ、出口が。とにかく。お。誰だ。ドアから。なんと仲間がもう一人の主人公。レオンですね。レオン。ここでね。いや、危ないところ助けられました。ありがとう、レオン。レオン、ありがとう。大丈夫よ。礼を言うのはまだ早そうだ。何なのこれ。うわ。さあ。どうする？どうする？かいくぐって。乗れ。さあ置いてあった車に乗り込み逃げます。いいね。いやー一安心ですね。そうですね。まあこれでちょっと一イベント終わったのかなってところですかね。何が起きてるの。署に行けば何か分かるかもな。あなた警官ね。レオン・ケネディ。君はクレア。クレアです。私はこの町の人。いいえ、兄を探してるの。彼の警官。とにかく出会えてよかった。この先一体どうなるか。ダクロシティ。ダクロシティ。ここから2が始まるわけです、ね。そうですね。ここから2が始まる。これでオープニングですね。はあ、もういやすごいですね。まだむしろ一体も倒してないんじゃないかっていう、ね。寝たふりしてましたからね、あいつら。ゾンビの、はい、あいつらが。そうです。こんなに、まあ、はい、ゾンビ撃たれ強かったですね、はい、正確に頭を狙って2発ぐらいで倒さないといけないですからね、はい、そうですよ。そうです。皆さん優しいからちょっとね、肩とかお腹とかに当ててね延命措置をしてましたけども。ドキドキですよ。ドキドキですね。まあでもこれをまあ、ゲーム実況しようとしたら、はい、まあ、プレイステーションに備わってる機能でもね、今配信とかもちろんできたりするんですけれども、ただスタジオ北中ではこういったね、はい、まあ最近お見せしたグリーンバックの機能とかも使いながら、
この画面にも合成しちゃうっていうね、はい、うん、まあ、通常のワイプでももちろんできるんですけれども、はい、でもよりやっぱり ね臨場感、ね、臨場感がありますよね、うん、いや面白い、はい、まあ、ちょっとね これぐらいでね、そうですね、まあ、今回はちょっとバイオハザード、はい、リメイク版を ねリメイク版を終わりましょう、やりましたけども、はい、閲覧注意のねあれが多かったそうですね、ちょっとゲームのタイトルが悪かったかもしれないいやいやいやすみません、もうすぐだ、いいじゃないですか、はい、ゲーム実況のねちょっとテストをねやってみました、うん、こんな感じで配信もね簡単にできるので、そうです、ぜひぜひこのゲームチャンネルやりたいという方がいましたらですね、スタジオキットなんか使うともう本当に簡単にできちゃうので、はい、やってみるといいんじゃないかなと、そうですね、思います。ちなみに今ちょっとじゃあ外してみましょうね、この画面を、はい、今見ていただいてるんですけれども、はい、実際はこうです、こうです、こうでした、あああ現実現実に戻ってきました、よかった、本当に、はい、こんな感じでね、横から見るとこんな感じ、そう、はい、こんな感じで今やってるんで、はい、外からこういうふうに見えてるんですけれども、そうですね、実際は、先ほどのような映像になるってことですね、はい、はい、もうこんなのボタン一つでできますから、ボタン一つでできちゃう、はい、ぜひゲーム実況やってみたい方はスタジオ北中お待ちしております、はい、ぜひぜひ使ってみてください、よろしくお願いします、はい、本日は以上でございました、ありがとうございます、ぜひぜひ参考になったらグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします、お願いします、はい、それではまた、ありがとうございます、また、ありがとうございます。